各地で織田の反抗勢力が兵を挙げ、信長包囲網が形成される中、呼応するように武田信玄も動いた。大軍を率いて甲斐を発した信玄は精神を図り、家康の本拠である三河へと侵入する。徳川勢など滋賀にもかけない信玄は家康を無視して通り過ぎようとしたが、そこへ徳川出陣の砲が入った。三方ヶ原の戦い。親方様、徳川勢に動きが。無謀にも我らを相手に打って出るつもりのようで。小僧め、静かにしておれば見逃してやったものを。頭に血が昇り我を忘れたか。父上はこのまま先へお進みください。徳川ごとき私が軽く打ち払ってまいりましょう。いや、この機に格の違いを思い知らせ、息を削いでおくのも悪くはあるまい。皆に下地を飛ばせ。全軍をもって徳川を叩き伏せる。はは。体がこの調子では先を急ぎたいところではあるが、徳川の小僧どうも捨ておけぬ。格の違いを見せてやるわ。格の違いを見せてやるわ。親方様の友にお加えくだされ。徳川がその気なら相手をしてやるまで。武道は己の無謀を後悔することになる。まずは騎馬隊の進軍の妨げとなる敵を速やかに排除しておけ。見つかったか。撤収するぞ。我らの動きを探っていたようだな。逃がさず討ち取れ。本陣の守りは信房に任せ。よいな。どうも調子が悪い。この戦、時をかけず片付けた方が良さそうだ。急げ。拙者。よかろう。に勝とうなど少子かなう相手ではなかったか。急げ。よらば切るのみ。敵将討ち取ったり。
叶う相手ではなかったか。騎馬隊を進ませろ。早速騎馬隊が押し出してきやがったか。仕方ねえ、俺が止めてやら。あの武者、我が騎馬隊を阻む気か。させぬぞ。それまで。嫌な奴に会っちまったぜ。知った顔とて遠慮は無用。参れ。遠慮なんか鼻からしてねえ。あんた強えから面倒だってんだ。勝つのは俺だけどな。一旦引くしかねえな。開門。これでよし。皆の者、目指すは浜松城だ。進め。口を開け。武田を相手にかような気概を見せる。家康も一発の者の譜になったものよ。だが当主としては未熟。相手が悪いわ。浜松城は守りを固めているはず。先に周りの砦を落とすのが上策か。ならば切るのみ。切るのみ。砦を守る将を撃て。参る。にござった。切るのみ。よし、砦は抑えられたな。この勢いで浜松城を攻め立てよ。あっぱれ。我らも続け。よらば切るのみ。にござった。うすそろそろ次の手に移る。略するか。影武者か。
徳川の小僧め、面白いことをする。我が秘術見破れるか試してみよう。明智よ、半蔵のおっさんが敵の目を引きつけている。今が好機だ。よし、全軍浜松城を包囲せよ。平門ようやく目障りな忍びが消えたと。勢いは俺たちにある。かかれ。何、半蔵殿がやられただと。えい、皆の者撃って出るぞ。開門。焦りが見えた時こそ勝機。隙をつき大いに風穴を開けろ。出るぞ、三河武士の意地を見せてやれ。伏兵を仕込んでおく。だがこれしきねじ伏せるのみ。我らを包囲してきたんだ。本陣の兵と騎馬隊を向かわせろ。後方の敵が動いた。よし、敵の進路を封じよう。武田勢の動きは止まるはず。浜松城にいる敵を討ち取るのだ。徳川の包囲を崩せぬ。皆動じるでない。我ら武田こそが強者。それを忘れるな。砦の守りはもういい。前線に進め。殿をお守りするのだぞ。討ち死に。そんな、いざ叔父上。前線しているとはいえ、武田の勢いは止まりそうにない。この劣勢を覆しようがないならば、私は徳川の当主としてどうすべきなのか。苦しい中で奮戦してくれているこの上は、私も前線に出て戦うぞ。よせ武智よ、今は逃げるんだ。お前が死んだら仲間の犠牲が無駄になるぞ。下がるほかないか。何やらせろ。みんなすまる。徳川の小僧は逃げたか。だが最後にもう一人、あの武者が我らの行く手を阻みたいよ。勝利条件変更。このまま行かせるわけにはいかねえ。先に進みたきゃ本田平八を倒していけ。家康様が無事に撤退できるよう時を稼げ。開門。武田本陣を守る将を撃て。我が忠勇天下無双なり。武田の強さは本物だ。武田の武勇、天下無双よ。打ち死に。打ち死に。打ち死に。拙者が参る。打ち死に。親方様より与えられたお役目、何としても果たさねば。討ち死に。討ち死に。ここからが勝負。
疲れたわ。切るのみ。俺にやらせろ。相手でも知った仲間の無念は晴らしてやる。道を開け。隠したと侮っていたが、徳川主従の結束は大したものよ。いずれ当家を脅かす存在になるやもしれん。この木に叩いておくにしかずだ。貴様が信玄か。この手で打ち取れるかと思うと武者震いが止まらねえぜ。この俺を前にして大口を叩くとは大した胆力よ。名乗れ。三河の秘書本田平八郎忠勝だ。悔しいがここまでか。今ならば徳川を滅ぼすも容易かと。父上、私に追わせてはいただけませぬか。目的は達した。この戦ここまでにしておいてやろう。父上、やはりこの木に浜松城を落とし徳川を潰しておくべきでは。時がない。なぜそのように先を急がれるのです。まさか父上、お体の具合が。こたびの戦で見せた徳川の結束は侮れぬ。小僧の器もこの先さらに大きくなろう。だが幹が腐れば枝葉も枯れる。織田を打ちさえすれば徳川に生き残る道などない。故に先を急ぐ。俺の目の黒いうちに織田を滅ぼし天下をもぎ取る。父上は私のみの力では徳川にすら勝てぬと、そうお考えなのですか。資料が不足なのではない。俺の代わりは誰にも務まらぬ。この信玄が率いておればこそ武田は最強なのだ。残された時は少ない。行くぞ、四郎。承知しました。